ですからそういうことに関しても彼はすんなりとそのベンチが望んでいることをやってしまうだけの技量を持った選手なんですよね。ですからベンチからしたら非常に使いやすい、ね、タイプの選手だと思いますね。先月29日に一軍登録されたばかりの矢野。この矢野も去年は6試合の出場にとどまってしまいましたけれども、その前のシーズンですが大ブレイクしましたね。そうですね。これで矢野がまた元気になってきますと、またジャイアンツのポジション争いも熾烈になってきます ね。ですから、まあ、競争すればするほどチーム力というのはもう上がってきますからね。さあこの西村も今首脳陣の期待をこう一身に集めている中継ぎピッチャーのセットアップの一人と思ってもいいと思います。ノーアウトフルベースになって打順トップに帰って坂本です。振りました。いわゆる逆球なんですが、ボールからボールでした。詰まってファウル。内野フライ。インフィールドフライ。ワンアウトです。やはり一球でも相手が、一球やっぱ挟んだことによって今の甘いスライダーでもやっぱああやってアウトを取れると。左バッターにはどうでしょう。左はやっぱりね、まあ、どちらかと言いますと右バッターみたいにストレートをインコースに見せるっていう傾向はあんまりないんで、やっぱりスライダーで体を動かしながら外まっすぐというパターンがね非常に多いんで。こういう形ですね、はい、でここでもう追い込みましたんで、はい、城島は外アウトローいっぱいにストレート決めました。いっぱいいっぱい、はい、そうですね。迎えた小笠原、ここで抑えるとまた阪神は流れを断ち切ることができる、そんな場面です。まあ、今も外狙ったボールが少し逆になったんで3点差フルベース。このカウントからねやっぱこの厳しいコースを投げられるっていうのはねやっぱ素晴らしいですね。城島はどこに構える。内側だ。スライダーを内側に、いわゆるインスラというボールですが奥投げました、ね、投げましたね。ツースリーにはしたくない場面ですね、ええ、次が勝負球、ファウル。
力対力。さあ今度はジョージの内側、フルベースから3つアウトを取りました西村。最後城島が選択したボールは内側のボールでしたね。いやーでも素晴らしい投球内容でしたね。試合終了、阪神4連勝、首位の巨人に1ゲーム差になりました。途中ひたひたと迫ってくるジャイアンツのこの気配はありましたが、それを打ち消すような打線の援護がありました。今日の勝利の立役者、西村投手にお話を伺います。さあまず西村さん、甲子園のお立ち台は何回目でしたっけ？初めてです。その初めてのこのお立ち台、まず立った今のお気持ちいかがですか？いや本当にファンの皆さんに、ファンの皆さんの声援のおかげです。ありがとうございます。6回はノーアウト満塁のピンチを無失点でしのぎました。もうファンは西村さんのピッチングにしびれていました。まあフォアボールで自分が出しちゃったんですけど、それまでその野手の皆さんや、ブラジルさんはじめ皆さんが打ってくれて、楽にってわけじゃないですけど、まあファンの皆さんの声援も本当に力になりました。ありがとうございます。